ネー様。カネー様だ。親友隊の活躍伺っております。この度はご苦労様でした。あなたが我が国へ力を貸してくださっている冒険者ですね。ご巧妙はかねがね。私はカヌエセンナ、このグリダニアの祭りごとを任されているものです。お見知りおきを。この度の活躍聞き及んでおります。本日はグリダニアの平和を守っていただいたことへの礼を申し上げに参りました。森の都グリダニアを代表し感謝いたします。これをお受け取りください。グリダニアへ力を貸してくださっているせめてもの礼です。まもなくグリダニアでは祭りがあります。この大御霊祭りは精霊の怒りを鎮める儀式。祭りを通じて感謝の意を送ることで精霊たちの怒りも心配することはなくなるでしょう。冒険者殿、ぜひ大御霊祭りの主役になってください。おお、なんと名誉な。お待ちしておりますね。それからこれからもグリダニアをよろしくお願いいたしますね。あなたにクリスタルの導きがあらんことを。
いらしたぞ。カヌエ様だわ。その輝きは一体。これはもしや光のクリスタル。もしや以前に母なるクリスタル、マザークリスタルに導かれたことが。そう、エーテル酔いに似た感覚を体験したことがあるのではありませんか。ハイデリーの意志に直接導かれるなんて。かつてこのエオルゼアには万神と戦った者たちがいました。その者たちはエオルゼア諸国がグランドカンパニーを設立するとその一員となり、ガレマール帝国とも戦ったのです。世界を救うためにエオルゼア同盟軍の一員として5年前のカルテノーの戦いにも参加していました。しかしカルテノーを最後にその英雄たちは姿を消したのです。残された人々は英雄が自分たちのために命を賭して戦ったことを覚えています。確かに彼らはそこにいた。ですがその名を口に出そうとすると日に焼けた書物を読み上げることができぬよう声に出すことができず、その顔を思い出そうとすると閃光の中にあるように輪郭が影に包まれてしまうのです。この不可思議な現象から人々は英雄たちのことを光の戦士たちと呼ぶようになりました。光の意志に導かれたあなたを見ていると、かつての英雄の話を思い出します。冒険者殿、そのクリスタルを大事になさることです。マザークリスタル、星の意志があなたに持たせた意味がきっとあるはず。あなたは一回の冒険者で終わらず、いずれは世界をも左右する存在になるかもしれない。なぜならあなたは超える力を持っているのですから。不滅体をもっと前に出せ。勝敗とは速さと速さが分かつのだ。ウルダ派の強者たちよ、底力を見せてみよう。チッ、サジンが手薄だ。バラクーダの連中を回せ。国家団本体と特殊陸戦隊はその場を死守だ。ソージャ島の白狼隊を高蛇隊の援護に回しなさい。エオルゼアと帝国の戦いに異邦人の冒険者も力を貸してくれているのです。誰一人死なせてはなりません。
カヌエセンナ殿。いいえ。耐えるな。この程度では魔法障壁は破られません。一体あそこに何が。ブラッドソーン隊、どうした？応答しろ！こちらブルホーン、ラウバーンだ。無事か？周囲を炎で囲まれ、脱出不可能。あの手前は一体何なんです。ああ、どうした、マッドドッグ。どうだれ、キャプチャー。ここもうダメだ、こらえきれ。マッドドッグ、応答しろ。ジャキス、クロミソワ、返事をしろ。くそー、何だというのだこれは。バラクーダの連中にも連絡は通じないのか。ダメです、リンクセルが使い物にならんのです。こちらはどうです。リンクセル通信に妨害が発生している模様。おそらくあの化け物の影響です。更新を続けなさい。出るまで呼び続けるのです。はっ。メルビブ提督、ラウバーン局長、限界でしょう。残った兵を再編して撤収を。ルイズワードのを見捨てるわけにはいかん。勝敗は速さと速さが分かつのではないのですか。もはやこの戦いに勝者も敗者もありません。今は一人でも多くの仲間の命を助けるべきです。ルイズワ様には我々がつきましょう。ですが利益を顧みず戦っている冒険者の隊だけでも。国家団全軍に通達。現時点をもって全ての命令を無効とする。全体括弧の判断で撤退せよ。いいか、しんがりには本隊をつけろ。冒険者たち、特殊陸戦隊を優先して逃がせ。不滅隊にも撤退指示を出せ。何？リンクシェルが使えないだ。バカ野郎、足で回って伝えるんだよ。行け。そう、これはもう戦いじゃない。衛星だらけの逃げ出し、黒き蛮神による虐殺だわ。おぞましい気配、この状況でも強く感じるなんて。撤収しつつルイゾワ様の援護に回ります。各員用意を。こ
アズバハ、それにムーメオジ、ドヌツ、ガロアサワドだけ、ビグドムブルト。ネラツ、リエキサクバトドネハ、ハジワツルドヌツ、イズミネ、ジスダンジオンにラミ、ライドザダイゾーン。